くぞてめえら。おう、ビビんなよてめえら、ブレイズ魂を見せろや。カズマさん、シオさんの代わりにな。おう、やるな。私たちも参ります。魔は封じるのみ。助かります。後ろは任せたぞ。状態って感じだね。ジュン、あそこまでだったのかよ。ええ、さすがは刻印騎士ね。高羽組やブレイズもなかなか踏ん張ってやがる。イージスと強化さんたちもうまく連携できていますね。ああ、そろそろ頃合いだろう。ちょっとあれ、強襲。ち、側面からか。な、何今の。武術。じっちゃん。とわねえに、りょうたも千秋先輩に内部長、学園の皆さんまで。やれやれ、間に合ったようじゃの。顧問として、最後にこのくらいはね。こっちもこの木刀が回ってきたんだな。しおりちゃんを絶対に取り戻してこいよ。ああ、任せとけ。こちらも金物屋のご主人にコテを作ってもらったわ。ソラ、精一杯やってきなさい。はい。さあ、行くがよい。みんな、どうか無事に戻ってきて。発進する。結界を展開します。
との結界もさすがに堅固なもんだ。うん、このままいけば。出るじゃねえか。あんな戦闘ヘリどこに隠してたわけ？サモン項目がまた増えそうですが。だが助かったぜ。ああ、このまま行くぞ。この結界では、もう少しなのに。出ます。アスカ、第一、第二、第三拘束術式解放。やりやがったか。さすが潮さんたちだぜ。お嬢様、皆さんもお気をつけて。こう、君たちに主のご加護を。こう、やったか。みんな、どうか無事で。こう、我が孫よ、すべてを受け止め前へと進むのじゃ。
あの塔の中。完全に別世界だね。最悪の箱、パンドラ。とりあえずたどり着けたか。でも最後のアスカのあれすごかったね。肉体そのものに刻まれるというネメシスの魔導術式聞いていた以上でしたね。しかし体の方は大丈夫なのかよ。それは大丈夫。今まで貯めてきた貯金を一気に使い果たしてしまったけどよくわからねえが大丈夫なら何より。こうちゃん、しおり。嘘だ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 。もう言葉はいらねえ。これが俺たちの正真正銘最後の活動だ。各自4チームに分かれて気合を入れていくとしようぜ。
お任せします。加勢すんぜ。カオスエルドラロ。倒しきれませんでしたね。行くぜ。このまま押し切れぜ。お任せを。開けな。攻撃の技やーっ。焼き尽くせ。スピア、スピア、やーっ。これは道が開けたようね。他のルートのみんなも今頃きっと。ああ、俺たちも急いで。時坂くん。
大丈夫だ。そういうことかよ。ああ、待たせたな。よう、来たぜ。来てくれたんだ、こうちゃん。ううん、来てしまったんだね。当たり前だろ。ソラちゃん、美月先輩に、リオンちゃんも、篠宮くんに、高畑先輩に、五郎先生、そして柊さん、ようこそ箱の中枢へ。どうして倉敷、お前、予想はしてたけどさ、これが箱の中身ですか。その様子だと全て分かっているみたいね、自分が何者なのかを。うん、全部わかってる。今までみんなに嘘をついていたことも、私が本物のしおりじゃないことも。あ、本物のしおり先輩じゃない。どういうこと。10年前、しおりは亡くなったの。瓦礫に押しつぶされて、こうちゃんの目の前で。あの時、こうちゃんと私は崩れかけていた町を逃げていた。赤い空の下、断続的に揺れが続いている中、お互いに手を取り合って。でも、こうちゃん、しおり、よ
かった、こうちゃんが無事で。俺が手を離しちゃったから。待ってろ、大人の人を呼んでくるから。こうちゃん、こう、しおり。嘘だ。心残りはなかった。何よりもこうちゃんが無事で最後まで一緒にいてくれたから。でも死の直前でこうちゃんの叫び声を聞いて、私は怖くなってしまった。あの時手を離さなければ。そんな風に自分を追い詰めてこうちゃんが壊れてしまうって分かっちゃったから。だから最後に願ったの、全部嘘でありますように。届けたのは神様でも悪魔でもなかった。大勢の力のある人間たちが死に物狂いでなんとか討伐して、ちょうど滅びかかっていた存在、因果を歪める力を持った夕闇の使徒と呼ばれる怪異だった。その力ある怪異は私の最後の願いを聞き届けた。そしてその思いと融合して同化することで新たな存在となった。しおりが死んだ事実をなかったことにする。操作し歪め続けるうつろな存在に、あのね、もうきっかけがどうとかじゃないんだよ。言ったでしょ、倉敷しおりはもういないの。私という嘘が消えるか、世界を飲み込むかの二つだけ。だからこうちゃんは黙って。俺は今まで目を背けてきた。お前を失った喪失感をごまかしてバイトなんかに逃げ込んで、だがそれが嘘だったとは思わねえ。割と好きだしな、バイトでいろいろな経験をするのも。お前が自分のことを嘘だというのは勝手だ。だが俺にとって、おじさんやおばさんにとって、お前の友達やとわ姉や亮太や純にとって、目の前にいたしおりは嘘じゃないし、お前自身にだって否定はさせねえ。それすら否定してご利用しすんならいいぜ。他の誰にも譲らねえ。幼なじみとして俺が力ずくでも認めさせてやる。そして今度こそお前の手を離さねえ。嘘だの、齟齬だの、矛盾だの、そんなもんはなんとか解決して、今目の前にいるお前を絶対に取り戻してみせる。こうちゃん。
のことだって、どちらも何とかしようと一生懸命になっちゃうよね。それでこそ私の。だったら私も全力で応えてあげる。そして偽りの中で世界を、みんなを、こうちゃんを永遠に閉じ込めてあげるから。正真正銘、これが最後の戦いだ。
行くわよ。はあ、やった。風神孤高者、やっせっせっはっせっせやっふっ、ゴーライヤー、ほらはっせっはっふっ。まだまだいけます。砕けちゃう。よし、みなぎよ。できた。それ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 、よろしく。一気に行くわよ。はあ、やった。セラフィム、はあ、交代しましょう。よっ、まだまだこれからできます。クロスナイフ、凍えなさい。ゴールディーシビア、よーし、なんだよ、アイシクル、ゴールディーシビア、よーし、あとは任せたわ。それえい、それよっ、はっ、よっ、大丈夫だよ、さよなら。交代するよ。まだまだいける。リザードピア、シャコ、シュー、ハッ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 。まだまだいける。今の、はあ、やっは、頼むわ。助け立ちするぜ。クロスドライブ、やっぱりグライド、はっはっ、やっぱりグライド。さーて、ここまだまだ行くぜ。はーはっ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 。私は暗き災いの神器、因果をもてあそびし、虚ろなるもの。さあ始めよう。
全部私が飲み込んであげる。綺麗だけど。ふん、女相手だが全力を出させてもらうぜ。これが最後よ。あれからしおりさんを解放する。ああ、絶対に負けるわけにはいかねえ。待ってろしおり。こうちゃん、みんな、どうか私を。さあ決めるぜ。え、マキシマムレイジ、ここだ。おまだまだいけるぜ。うまいな。くそ、まだシュート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 。さあ、まだ。そろそろ本気でいくね。シュッシュッと今よ。はぁー、はっ、やっ、はっ、任せたわ。一気に行こう。それ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 、クリミナルブランカ。やっ、はっ、シュッと、どうだ。やっ、はっ、こっちだって。一気に行こう。
それで…しおり！いいから、もう少しこうさせて。ったく、こんなところを見られたら。消えていく。アスカたちは大丈夫。転移させたからきっとすぐに来るはず。心配しないで。そうか。でもいつの間にか呼び捨てにしてたんだね。おお、ちょっと焼けちゃうな。アホ、そんなんじゃねえよ。まるで夜明けだな。うん、そうだね。暗い夜は終わって、またお日様が昇る。おーい！時坂くん、しおりさんも。よかった、二人とも。あいつら、みんな無事だったか。こんなところ見られたら何言われるか分かったもんじゃね。でもちょっと安心かな。こうちゃんにはみんながいるもんね。なんだよそれ。なんで光って。おいしおり、やめろよ、冗談きつすぎだろ。これでよかったんだよ。私が消えたら嘘も消える。長かった夜もようやく明けるから。いいわけあるか！取り戻せると思ったんだ。嘘でも何でもいい、お前とずっといられる日々を。森宮だけなら大丈夫なんだろ。みんなで協力して、なんとか工夫して、お前が居続けられるように。そんな嘘は続かないよ。
それに私がそんな風になったら、こうちゃん森宮から絶対に出ていかなくなっちゃうでしょ。それのどこが悪いってんだ。もうこうちゃんは仕方ないな。こいつは。しおりちゃん、嘘ですよね。しおりさん、ありがとう。ひらぎさん、温泉での約束守ってくれて、これからもお願いしてもいいかな。わかったわ。やめろ。そんなのないよ。せっかく友達になったばかりじゃん。ありがとう、リオンちゃん。これからもいい歌いっぱい歌ってね。やめてくれ。くれてどうもありがとう。しおりさん、悲しき。そんなことないです。世話になったのはむしろこっちの方だ。あんたがいなくなったらコウ先輩はどうなるのさ。トア先生、リョータ君に、ジュン君も、今までずっと仲良くしてくれてありがとう。これからもコウちゃんと仲良くしてあげてね。当たり前だろ、しおりちゃん。僕の方こそ仲良くしてくれてありがとう。やめろって言ってんだろ。ずっとこうちゃんを見守ってる。きっとどこかで会えるから。またね、こうちゃん。全てが嘘で